松浦氏。松浦氏は、日本の氏族の一つ。松浦氏の系譜については、諸説あるが、渡辺綱の子孫とするのが通説。中世には、比然、壱岐の水軍衆である、松浦党を成した。諸藩の松浦家系図によると、佐賀源氏渡辺氏の祖の源の綱、渡辺綱の孫の源の久氏、渡辺久氏、松浦久氏を祖とするとされる。このによれば、 松浦氏は、渡辺綱に始まる渡辺氏を統領とする、摂津国の滝武者、大内守護、天皇敬語の一族であり、水軍として、瀬戸内を統括した渡辺党の分派である。渡辺綱は、源の通るの流れを組み、摂津、大阪の渡辺氏の祖である。源の綱は、源の通るの孫の源氏の孫にあたり、母方の摂津国渡辺に住んだ。 また、筑後の河町氏も、源の通るの子孫であり、源の通るの孫の源の忠茂、る、源の使うの弟の孫の源の貞清の孫の、源の光松が、非全国神崎軍の飛ば印領神崎将の、将官として下り、自死、あるいは孫の源の久直が、筑後国水間軍の児頭として、水間軍河地に住み河地久直と名乗る。 後、松浦正の六男に山城囲いの子、現像方は、上級の乱を、鎌地氏の慰労を継ぐ。平家物語の百二十句本、国会本兼の巻によれば、安倍宗党が、前九年の役で敗れた後、自略三年、前六十七年に、太宰府に流されるが、子孫繁栄して、松浦政を名乗ったという説がある。この伝えは、百連勝、全大平記。 歴代鎮税要略でも記されている。この説では、安倍宗党は、宗方氏の配下となり、筑前大島の統領となる。宗党の三男、安倍時党は、非全国の松浦に行き、松浦氏の娘婿となり松浦三郎大部人任と名乗る。その子孫が、九州水軍松浦党を構成したともされる。なお松浦寂秀安倍時党の子孫の松浦高都氏は、 平野清盛の側近で、平家法の水軍として活躍し、そのため、自称、樹衛の乱により、現在の山口県長都市湯屋に流罪となった。その後、高都市の娘が平友貞に嫁ぎ、源氏の迫害から逃れるために、安倍聖を名乗ったとされる。しかした方で、筑紫軍旗によれば、安倍貞党が討ち死にした後、弟、宗党は降伏し、 源の義家によって除名されて、非全国に流罪となり、渡辺久氏、松浦久氏に身柄が預けられた。久氏は胸等に娘を、主、目と、らせて、下松浦に住まわせたとする。前説は、平戸松浦氏の祖、平戸半祖を阿部とするが、その説では、松浦氏の経図や地元の伝承とは全く、整合性がなく、五説のように、 松浦四十八等に加わって一勢力になったに、過ぎないと考えられ。その松浦久氏、渡辺久氏、源久氏は、渡辺綱、源の綱の子の名古屋樹、名古屋さずく、渡辺樹、源樹のことされ、松浦軍宇野みくり屋の召喚、兼業となり定住し、松浦、彼稲群及び、息の他およそ二千二百三十丁を領有して、梶谷に住み、 松浦久氏と名乗る。ついでケビー氏に補いされ、十五位に上された。松浦久氏は、現代有法岩と称して、松浦軍、彼稲軍の一部及び、壱軍を治め、ここに、非前松浦党の歴史が始まる。松浦氏の系譜については、約三十種類ほどの、それぞれに内容が異なる系図があり、松浦氏全体の立場からの正確な系譜を知ることは、 不可能に近く、一族や子孫の個々が相互に異なるにせよ、各自の系譜の確認をすることしかできないと言っても過言ではない。松浦久氏の子は、長氏がまたは、松浦康氏あるは、松浦直氏で、二氏が、旗保つ、三つ子が、一氏すぐる、四氏が、荒くでん機、五氏が、神田博氏、六氏が、助け長とする。この他に後に、 松浦金よりと称した松浦忠養子に松浦太郎を名乗った高俊の名が見られる。上松浦塔は松浦忠下松浦塔は松浦忠が祖である。自家の子には松浦清有田久佐氏、大光の遊ぶ、峰日、山城が来い、地下連がある。平安時代、松浦塔が万居した地域は平家の治行国であるため、 松浦氏は、平家の家人となっていたが、源平合戦では、壇の浦の戦いにおいて、源氏法に組みし、その後から、鎌倉幕府の鎮税後家人となり、児童となる。しかし、源頼朝は、平家家人の九州の豪族への信頼は薄く、九州の抑えとして、小西、氏、島津氏、大友氏を仕事して、九州に送り、松浦氏は、同じ環境の秋月氏、 鎌まちなどと同じく、これらの新山の東国御家人の下り衆の参加に置かれる。現行の際は、松浦党の総領だった助志氏の助志望坊や、山城氏の山城会などが奮戦する。松浦党のうち氏も、松浦党の本来の着流は、松浦忠氏の着難の松浦清の末裔の一族であるが、松浦氏の数多くの傍流のうち、 松浦忠の伊豆の峰日の子孫から平戸を本拠とする平戸松浦や平戸が起こった。これが平戸市から松浦市に改名した。松浦博忠、正、松浦沖信の時代には内紛もあったものの次第に僧侶家や他の諸家を忍ぐようになり、後進のこの松浦隆信の代には僧侶家や上松浦等をも従えて、 松浦半島を統一する戦国大名となった。高信とその子の松浦重信は、豊臣秀吉に従い、豊臣政権のもとで、近世大名としての道を確立した。江戸時代には、江戸幕府の下で、平戸を城下町として、平戸松浦市の平戸藩六万三千国を構え、改役されることもなく、明治維新まで続いた。以降は、 平戸藩を参照。ディブ。泉松浦氏は、中世に、泉国によった室町時代の武家。藩国守護であった、泉守護細川氏の重臣として、泉国の守護代を務めた。岸和田城主。明王九年、5五百年にの泉上藩国守護の、細川岩友が、河内国守護の畠山久信に攻められ、岸和田城で討ち死にすると、元雄の子。 細川元常は、阿波細川家の元に逃れ、代わりに、松浦政が上司を務めたと思われる。その後、細川春元が阿波から上落すると、天文五年、1536年頃より、元常の子、細川春佐田が、泉国を治め、松浦政の後を継いだ、松浦守が、守護代を務めた。しかし、天文十八年、 千五百四十九年の江口の戦いにより、細川春元とその重臣、三好長慶が対立すると、松浦守は三好長慶側につき、細川春貞の記録は途絶える。松浦守は、法事年間、千五百五十五年から千五百五十八年頃）に没したようで、永禄三年、千五百六十年に、東郷一存が岸和田城に入り、その貢献のもと、 松浦番将が後を継いだ。その後、松浦虎と松浦光の間で内紛となった後、家臣の松浦創生が松浦光を暗殺し松浦家を掌握したが、慶長五年、1600年関ヶ原の戦いでは、西軍に属し改役された。菅武平氏平良分の子孫、三浦氏、三浦東支流の松浦氏、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。